ねえめいちゃん、お母ちゃんにいなくなっちゃうなんて言うもんじゃないの、ほんまに。なんでそんなこと言ったの。ついじゃないわよ。どんなことあってもお母ちゃんにいなくなっちゃうなんて言うとお母ちゃん悲しむわ。わかった？はい。言わないでよ、ほんまに。じゃあ一緒にハッピーターン食べましょう。じゃあお母ちゃんの分。はい。じゃあ、ん？バイバイ。ちょっと何なの。私が大好きなハッピーターン持ってかれちゃったわ。今日はアンドロイドの動画よ、見てね。これから新学期リフレッシュして勉強頑張らなくちゃね。たけるくんどうぞ。めいちゃんもな。しっかりやりなさいよ、ほんまに。あら、そう？でもまだ洗濯物畳んでないから手伝ってくれる？ほな頼むで、お母ちゃん夕飯作るから。はーい。勉強の後はお手伝いかよ。ゲームして遊びたいんですけど。洗濯物できた。ちょうど夕飯もできたで。さあ夕飯食べよう。はーい。はーい。お味噌汁にサラダ、ご飯、そして体のことを思って今日は魚やで。どうぞ。マックマックがいいマックがいいマックマック。そやね。じゃあ食うな、ほんまに。お母ちゃんがあんたちのこと思って魚にしてんのに食うな食うな食うな、ほんまに。たく。ねえお母ちゃん、勉強にお手伝いにお魚、僕たちこんなの嫌だよ。お母ちゃんなんていなくなっちゃえばいいんだよ。あ、そう、お母ちゃんいなくなっちゃえばええよね。ただいまー。ただいまー。あれ、お母ちゃんがいないね。まあいっか。うん。ああ、勉強やお手伝いもしなくていい。ゲームもできてマックも食べれる、そんなお母ちゃんがいればな。え？お母ちゃん？いつものお母ちゃんと違うよね。なんか違うよね。お母ちゃん、先に宿題やっちゃうね。宿題なんてやらなくていいの。さあさあ、ゲームで思いっきり遊んじゃいなさい。やったー。ありがとう。お菓子も食べなさい。お菓子もくれるの？どんどんやっちゃいなさい。最高。ガキは最高。洗濯物なんてめんどくさいめんどくさい。さあさあ、おやつおやつ。あー、最高だわ。うん、最高。
お母ちゃん、洗濯物畳まなくていいの？ええのええの、めんどくさいから。ああ、おいしいわ、ほんまに。そろそろ夕ご飯の時間だね。ね。お母ちゃん、今日の夕ご飯何？あら、もうそんな時間？たけるくんとめいちゃんは何が食べたいの？マックはダメだよね。マクド？A に決まってるやろ。え、いいの？めい、やったー！ほな、お母ちゃん買ってくるわ。いってらっしゃい。買ってきたね、マクド。さあさあ、食べましょう。はーい。もう、おいしい。よかった、喜んでもらえて。ちゃんと食べな。たけるくんとめいちゃんはマクド好きなんだね。大好き。それはいいこと聞いたわ。ナイスナイスナイス、オッケー。はい、マクド食べなさい。え、さっき食べたばっかだから食べれないよ。お母ちゃんもうお腹いっぱいだよ。何言ってるの、あなたたち大好きって言ってたじゃない。さあさあ食べなさい食べなさい。たけるくんとめいちゃんの喜んでる顔が見たいのよ、私は。だからもう食べれないよ。食べれないよ。何よあの子たち、食べなさいマクド。もう食べれるわけないじゃんね、あのお母ちゃん、やっぱりおかしいよ。あの子たち、マクド好きって言ったやろ。私はただ喜ぶ顔が見たいのよ。お母ちゃん、もう寝る時間になったから寝るね。おやすみ。おやすみ。ちょっと待ちなさい。ん？ゲームやりたいんでしょ？うわー！やりたいんでしょ？ゲームよー！どうしてたけるくんとめいちゃん、私の愛がわからないの？メイ、やっぱあのお母ちゃん、アンドロイドだ。よし、電源を切ろう。うん。ん？あ、消えた。はぁ、あ、よかった。勉強、頑張らなくちゃね。たけるくん、体のことを思って今日は魚屋で。どうぞ。ねえメイ、お母ちゃん厳しいこと言ってたけど、僕たちのために言ってたんだね。お母ちゃんに会いたいよ。ごめんね。いいのよメイちゃん、お母ちゃんは二人がお母ちゃんのことを思ってくれてるだけで幸せやで。お母ちゃん、いつも僕たちのことを思ってくれてありがとう。たけるくん、その言葉すごく嬉しいで。お母ちゃんはな、あんたちのことを愛してるからこそ厳しくするんやで。たけるくん、メイちゃん、お母ちゃん、僕たちが大人になるまでよろしくお願いします。よろしくお願いします。こ
ちらこそやで。ほんまにおかしいな。なあ。明日から学校だっていうのに、あの子ったら宿題何にもやってないの。だからゲーム取り上げてやったわ、ほんまに。たく、何考えてんのかしら、ほんまに。ねえ、うわあげる、何やってんの、ほんまに、ほんまに。終わっちゃった、夏休み。どうしよう、宿題何もやってない。たけるくん、明日から学校やけど宿題全部終わったんやろうな。やっぱ何もやってないって言えないよ。うん、明日から学校やのに、もしかして何にもやってないなんてことはないやろうな。たけるくん、お母ちゃんが毎日毎日宿題やらんと困るのは自分やでって言ってたのに、やってないなんてことはないよね、ほんまに。はい、お母ちゃん、何にもやってありません。ごめんなさい。たけるちゃんが毎日毎日パートで忙しいっていうのに、あんたは夏休み中遊んでばっかで、宿題が何もやっていませんでしたって。なーに、今からやるよ、やればいいんだろ。今からやったって間に合うわけないろ、ほんまに。もうどうすればいいんだよ。何、あんたが怒ってんだよ、ほんまに。母ちゃんがそういう言い方するからだよ。母ちゃんに手を挙げて、この息子め、うん、何よ、ほんまに、うん、もう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 ちょっとちょっと、二人ともどうしたの。何何、あら、めいちゃん、明日から学校だっていうのに、たけるくんなんにも宿題やってないんですって。そうなのに。へえ、そうなんだよ。国語算数のドリル30ページずつ、自由研究、動物のポスター、習字、全部終わってないんだよ。へえ、全部終わってないの。恥ずかしいわ、ほんまに。親の顔が見てみたいんですけど、ほんまに。お母ちゃんじゃん。あ、私の子や。お母ちゃん、ん？ニーニーの宿題どうする。困ったわね。役割分担がいいんじゃない。ん？それしかないわね。いいね、それでいこう。まずは動物のポスターだね。お母ちゃん描ける？ん、ちょっと自信ないんやけど、お母ちゃんに任しとき。行くわよ。うん、猫いないかしら。猫、ねえ、猫いた？いない。猫いないかしら。いないかな。あ、たけるくん、めいちゃん、あれ猫やろ。猫だ。行ってみましょう。うん、行こう。猫ちゃん動かないでね。え、猫動くわ。描きにくいわね、動いちゃって、あの猫。あー、また動いた猫。あー、ほんまに描けないわ、たけるくん、めいちゃん。あ、逃げた。あー、行っちゃった。行っちゃった。どうするのよ、ね、どうするの。猫行っちゃったわよ。お母ちゃん、この猫ちゃん描いたの。できたわ。これで1個宿題終わりだわね。うんうん。
やった、ありがとうお母ちゃん。どういたしまして。じゃあお家帰りましょう。うん、ルンルン。ルンルン。次は習字、メイお願い。オッケー、ここはメイに任せて。じゃあ行くよ。さすがメイちゃん、お願いね。お願い。できた。夏祭り。メイありがとう。お上手メイちゃん。タケル君ってことはあとは自由研究だけね。うん。何やるか決まってるわよね。うん。次は自由研究。うん。何かしらこれ。メントスをコーラの中に入れるとどうなるか実験していきたいと思います。お。どうなるのかしら。どうなるのかな。じゃあ入れるよ。習字が猫のポスターがメントスコーラで台無しだ。タケルくん何やってんの。ほんまに、うん、明日から学校なのに。なのに。人って関心を持ってもらうと嬉しいもんじゃない？今回の動画はお母ちゃんがどんどん白くなったら気づいてくれるかしらっていう動画やで。あんたらのママにお母さん今日髪切ったって言うてごらん。喜ぶで。何見てんのよ。いいに、お母ちゃん遅いね。いつもだったら帰ってくる時間なのにね。うん、なんか遅いね、いつもよりね。お母ちゃん遅いね。遅くなっちゃったわ。パートの帰りに美容院行っちゃったわ。タケル君とメイちゃん気づいてくれるかしら。タケル君、メイちゃん、ただいま。お母ちゃんおかえり。ミスド買ってきたで。やったー、ミスド。めっちゃ大好き。え、それだけ？え、それだけ？お母ちゃん美容院行ってきたんやけど、気づいてくれへんで、ほんまにこの子たち。お母ちゃんせっかく美容院で綺麗にしてもらったのに。気づかれないのってなんだか寂しいわ。ほんまに。さあさあ、タケル君、メイちゃん、ミスド食べましょう。わーい、ミスド。わー、おいしそう。いただきます。ちょっと待った。お母ちゃんのどこか気づかへんかい？あ、わかった。いつもよりドーナツが一個多い。そこじゃない。ほんまにそこじゃないで。ねえメイちゃん、お母ちゃんなんだか綺麗になったと思わない？いつもと同じだと思うけど。お母ちゃん今日パートの帰りに美容院行ってきたんだけど、綺麗になってると思わない？言われてみれば。
言われてみれば、たけるくんめいちゃんにいいこと教えてあげる。人っていうのはね、関心があると嬉しいものなの。例えば、ただいま。あ、おかえり。あ、めい、髪の毛切った？髪の毛切ったんだ。気づいてくれた？もちろん気づくよ。あ、にいみ、筆箱変えた？え、わかる？もちろん。確かに確かに、人って関心を持ってもらうと嬉しいもんね。めいも嬉しい気持ちになる。そうやろそうやろ。はよ、食べなさいね。うん、はい。はい、というわけで、今日はお母ちゃんの顔がどんどん白くなっていったら、たけるくんとめいちゃんが気づくかどうかをやっていきたいと思うわよ。次は眉毛。シャネルの口紅に使うわよ。できたわ。さ、第一段階白くなったわよ。たけるくんとめいちゃん気づくかしら。さあさあ、皆さん行ってみましょう。たけるくんめいちゃん、牛乳飲む？飲む。ありがとう。何？なんか気づかない？あ、髪の毛？あ、たけるくんそれはさっき言ったやろ。めいちゃん、イヤリングが違うとか？いつもと一緒やで、イヤリングは。それじゃネックレス。ネックレスも一緒やで。お母ちゃん、お母ちゃん、メイチトランプやってるから、ちょっとあっち行ってて。うん、あっち行ってだよ。うん。どんだけ関心がないの、私に。さすがにこれは気づくやろう。さすがにこれで気づかなければ、あの子たちどうかしてるわ。たけるくん、めいちゃん、リンゴを向けたで。やったー、リンゴだー。いただきます。ちょっと待った。たけるくん、めいちゃん、気づかないかな。何が？え、ほんまに気づかないの？あ、眉毛濃くした？ほんまにそこじゃないし、気づかない。めいちゃん、たけるくん気づかない？気づかない。こんなことになってるんだよ、お母ちゃん。たけるくん、めいちゃん、ほんまに気づかない？ねえ、たけるくん、めいちゃん。まあいいわ。さあさあ、食べなさい。おいしい、おいしい。まったく、あたしに全然関心がないんだから。ん？お母ちゃん、変わったことは分かんないけど、変わんないものが一つある。ん？なに、たけるくん。それはね、お母ちゃんが僕たちを思ってくれる愛情さ。たけるくん、お母ちゃん嬉しいわ。もうなんだかキスしたくなってきた。キスしたくなってきた。げー、その顔で近づかないで。逃げろ。なんなのよ、あの子たち。私が変わってること分かってるじゃないのよ、ほんまに。